はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサーです。今回の動画はぼっち飯、アメリカの冷凍食品を食べたいと思います。はい、今ね近所のスーパーに来てるんですけど、冷凍食品結構いっぱい売ってますね。ピザとか美味しそうなの売ってますね。であとはなんか日本っぽいなんか丼、チキン照り焼きとか売ってますね。すごいな。パスタ、ラザニア系、あとはなんだ、ステーキ系かなこれ。なんかね冷凍食品って言っても違うブランドがいろいろ売ってるんですよね。僕ね学生の頃よく冷凍食品を買ってたんですけど、何が一番重要かっていうのはこのね、量ですよね。なのでこれですよ、いつも買ってるブランド、ハングリーマン。ハングリーマンは他のブランドよりもこう量が多いんですよ。しかもこの安さね、これほら4ドル49セントね、だから500円ちょっと、500、600円ぐらいで食べれるっていうね。はい、ということで今回これを買って食べたいと思います。Far West Life。今日食べるこの冷凍食品、こちらハングリーマンでございます。はい、実はですね僕今日ぼっちでございます。なぜかというと、うちの嫁さんと子供はアリゾナの嫁さんの実家にですね帰ってしまいまして、僕は放置されております。あ、ちなみに別に喧嘩してあれですよ、なんか実家に帰られたとかそんなんじゃないですよ。まあいろいろちょっと事情がありまして、今日僕はぼっちでございます。はい、今日はね仕事がちょっと遅くなってしまったので、ご飯作ってる暇がないんで、冷凍食品買ってきました。まあアメリカってね、あの一回料理したらすごい量ができてしまうので、こう一人だとね毎日同じもん何日も食べなきゃいけないとかこうなってしまうんで、そういう時にこういう冷凍食品っていうのが非常にありがたいんです。まあ僕もね、あのアリゾナの学生の頃とか、あのこういう冷凍食品を買ってたんですけど、このハングリーマンっていうブランドは他の冷凍食品に比べると量がすごく多いので、若い学生の方ね、一人暮らしで家族とかもいないでパパッとこうね、食べたりするときに非常に便利です。値段も安いしね、5ドル以下で買えますんで非常に便利ですね。だって今アメリカの物価高い中で4ドル台でこれ買えるってすごくないですか、ね、これで1食食べられますから。はい、ということで今から実際にこれ食べていきたいと思います。お、できたかな。あちゃ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 、今温めてきましたよ。お、このあ、これブラウニーか、グレイビーじゃなかった、やべ。うん、なんかデザートやったみたい。はい、すいません、ちょっと僕勘違いしてました。あのこの真ん中のやつグレイビーかと思ったら普通のなんかチョコレートケーキでした。はい、まあいい感じにできてますね。よし、あちちちちち、じゃあ早速いただきたいと思いますね。マッシュポテト、うん、グレイビーつけるのかなこれね。うん、うん、まあまあまあ、はい。そしてこのハンバーグ、あ、うまいうまい、うんうんうん。グリーンビーンズもいただきます。うん、これいけるよ、うん、なかなか冷凍食品のレベル高いです。うん、あ、あ、ちょっとまだやばい、冷たい、冷凍へ、これ凍ってる中身。あちちちちち、はい、それでは気を取り直して食べていきたいと思います。
West Life。一通り食べました。あとはデザートを残すのみということで、これチョコレートケーキというか、なんかブラウニーやね。うん、どんな感じやろ。食べてみましょう。うん、まあまあまあ、お、うん、なんかアメリカのデザートやからめっちゃ甘いの期待してたけど、全然甘さ控えめ。うん、これはコーヒーにも合うね。うん、まさかなんか冷凍食品にデザートがついてるとは、なかなかおしゃれですね。なんか久しぶりに冷凍食品家で食べたけど、あのアリゾナの大学行ってた時の学生時代思い出しますね。最後の一口。うん、はい、ということで完食でございます。ごちそうさまでした。いやー、あのね、学生時代思い出しましたね。うん、あのね、これは僕はね、アメリカで、まあ、家族がいる人とかだったらあんまり食べる機会ないと思うんですけど、例えば学生の方とか、またはあの一人暮らししてる人とかで、ちょっと料理作るのめんどくさいなとか、時間ないなっていう時に、これいいんじゃないかと思います。で、特にですね、いろんなブランドがあるんですけど、まあ、何度も言うようにね、あのこれはちょっと大きめの冷凍食品なんで、男性の方とか、まあ、めっちゃお腹がいっぱいっていう感じでもないですけど、まあ、全然物足りないっていう感じでもないんで、まあ、ちょうどいいかなという感じでしょうか。はい、まあ、玉のぼっち飯もね、まあいいかな。はい、ということで、アメリカでちょっと一人暮らしをする予定の方とかはね、こういった冷凍食品ね、あのおすすめでございます。ハングリーマンね、ぜひ一回トライしてみてはいかがでしょうか。はい、Far West Life。 はい、ということで今日はですね、僕の家族があの嫁さんの実家にちょっと遊びに行ってしまったので、まあ、仕事がある僕は一人放置されてぼっちになったんで、アメリカの冷凍食品を食べたっていう、まあ、動画になりました。いや、実はですね、こういう時に、まあ、いつものファーウェストガールズね、ゆとりちゃんとかみかちゃんとかなみちゃんとか、まあ、読んでご飯食べようと思ったら、こういう時に限ってあいつらも忙しいとか言ってね、で結局僕はぼっちでございます。まあでもね、たまにはこういうぼっち飯もいいかななんてね、思いました。まあ、なのでアメリカで一人暮らしする方とか、またはちょっと冷凍食品気になってたな、どんな感じなのかなって思ってた人は、まあ、今回の動画見てね、あの参考にしていただいて、このハングリーマンぜひトライしていただいたらと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい、僕のぼっち動画見ていただいてどうもありがとうございました。それではあの次からまたちゃんと動画出しますんで、よろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さん、楽しいぼっちディナーを。 Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West Life.